ネオジム磁石 HDD のヘッド駆動に使用されている。ネオジム磁石ネオジム磁石とは、ネオジム、鉄、放送を主成分とする気取る磁石の一つ。永久磁石のうちでは、最も強力とされている。1984年に、アメリカのゼネラルモーターズ及び、日本の住友特殊金属の佐川正虎によって、発明された。首相は ND バイト、NDNFE14W。 ネオジウム磁石と表記されることもあるが間違いである。磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っている。磁気の強さには N24 から N54 までの等級付けがされる。N の後の数字は、磁気の強さを表している。数センチメートルの大きさでも10キログラムフォース以上の吸着力があるため、扱う際には指を挟まないよう手袋をするなどの必要がある。 利用される製品の範囲は小型から大型まで幅広い。大型の製品の例としては、電車、電気自動車、ハイブリッドカーエレベーター駆動用の永久磁石、同期電動機の境地などがある。小型の製品の例としては、ハードディスクドライブや CD プレイヤー、携帯電話などが挙げられる。ハードディスクドライブでは、ヘッドと呼ばれる読み書きする装置を移動させるための、 アクチュエーターに用いられる。音響機器においては、より硬いダンパーを採用可能であることからしまった低音が出るとされ、近年のヘッドホンのドライバーの多くに用いられている。サイズを小さくしても、強磁界が得られることから特に小型のインナーアイアー型、カナル型ヘッドホンには欠かせない。機械的に壊れやすいほか、加熱すると熱源時を生じやすいという欠点がある。 対策として、ジスプロシウムを添加し、保持力を向上させる手法が存在する。1%のジスプロシウムの添加で、熱源時が摂氏15度改善すると言われている。ジスプロシウムは希少な資源であるため、最近ではジスプロシウムを使わずに、ネオジム磁石の結晶流形を小さくすることにより、熱源時を改善する研究が行われている。しかし、ネオジムは、 酸素との反応性が強く、磁石の結晶粒を小さくすると、空気と触れる表面積が増えるため、自然発火することがある。このため、酸素を除外した環境で製造する必要がある。また、非常に錆びやすく、製品として用いられる際にはニッケルでメッキされていることが多い。ありがとうございます。